強制支出理工学園の筒井裕史と申します。よろしくお願いします。私たちの研究グループでは2011年に起こりました原発事故の直後から事故に関連する心理的影響について検討を行ってまいりました。原発事故の心理的影響については2つの考え方ができるというふうに思っておりまして、1つは後に帰還困難区域に指定された地域に住んでいて、その後長期間避難生活を送られてきた人たちに見られる心理的な影響、それからもう一つは避難指示は出なかったものの福島県内の地域で生活を続けていた停戦療法者線に汚染された地域で暮らす住民に見られる心理的な影響、これまで私たちの研究では後者に焦点を当てて研究を行っています。今回の研究では特に前者の住民に焦点を当てて事故から12年後の状況を調べるために調査を行いますので報告させていただきます。特に2017年に福島復興再生特別措置法の改正によって長い間避難していた人々のふるさとへの帰還が始まりました。今回の研究では帰還することの心理的効果についても焦点を当てて考えたいというふうに考えて研究を行ったので解説がございます。方法はここに示した通りで2779名の方が分析対象になっています。4種類の心理尺度を質問手法により行っています。そして浪江町、福島県内で避難指示の出なかった地域に住んでおられた方たちのデータ、そして福島県以外の他県、この3つのグループの比較を行うことで研究を行っています。これが結果です。左上の図、これは、精神症状尺度と呼ばれる心理尺度により測定した結果です。一番左側のこの、灰色の濃い図も、これが浪江町のスコアで、これが他の2群に比べて、高いということが分かりました。この数値の意味ですけれども、抑うつとかストレスとか、あるいは PTSD を行動的に評価したものでして、その傾向が浪江町の方には未だに高いということを示しています。それから真ん中ですけれども、これは避難指示の出なかった停戦療法者線汚染地域に暮らしている福島県の住民で、やはりこのデータも他県に比べると未だに数値が高いことが分かりました。それから下の図、これは放射線健康不安特定について示しています。上の場合と同じように、浪江町が最も高くて、福島県のデータも他県に比べると高いということが分かりました。それから左上、これは WHO ファイルといいまして、精神的健康度を評価する尺度です。高ければ高いほど精神的健康が良いことを示しています。分析の結果、福島県と他県、この2つですけれども、そこに違いは見られませんでしたけれども、それらの地域に比べて、浪江の方たちのデータが低いということが分かりました。左下、主観的幸福感に関する分析結果です。幸福感というものをいくつかの側面から分析したので、横にこうずらずらと並べていますけれども、全体的に共通して言えることは、やはりどれも浪江町のデータが他に比べて低いということでした。冒頭に申し上げました通り、今回の調査では帰還することが心理的な効果をもたらすのかどうかという点になります。そこで浪江町の被験者の方には、現在の生活状況について浪江町にすでに帰還したのか、現在も避難中であるのか、それともふるさととは別の場所で新たに生活を始めたのか選択していただきまして、それぞれ帰還、避難中、検挙として、先ほどの3つの尺度の結果に作り直したのがこの図になります。データの数が小さくなりますので、ここでは統計的解析を伏さずデータの傾向のみお伝えしたいと思っています。これらの図を見ますと、全体的に帰還した方の心理的状況が浪江町の他の2条件に比べて必ずしも良いとは言えないことが、精神症状の高さ、精神的健康度、主観的幸福感の低さから分かります。
一般的には被災者が故郷に戻れるということになりますと、故郷に戻れることが復興の大きな目標の一つと考えられますけれども、ふるさとに戻っただけでは被災者の心の痛みは簡単に癒されないということをデータを示しているものと、最後のページではまとめました。